ですけれども、そのイベントの初日2枠目のショールームの配信スタートしたいと思います。ということで、では最初に自己紹介をさせてください。はい、私はゆすこと福島ゆかです。福島県出身でソロのアイドル、そして同時にアイドル専門誌ラックやアイドルパスという雑誌を編集取材をしながらライブ活動を行う日本初の本格編集アイドルとして活動しています。そしてこのショールームですけれども、今日の18時からスタートしました東日本放送さんのウェザーフォーキャストさんのお天気リポーターを決めるイベントに出演しています。なので皆さんには毎回毎回ちょっとお願いになっちゃうんですけども、今日から29日の21時59分の最終枠まで、ぜひ私にそのお星様をください。お星様を投げてくれたらすごく嬉しいなと思いますので、どうか本当によろしくお願いします。お星様もそうですし、カウント1から50までカウントしていただくとそれもポイントになります。なので一人でも多くの方にまずは見てもらって楽しんでもらって、でお星様とカウントで応援してもらえたらすごくすごく私にとって力になりますので、どうか応援よろしくお願いいたします。早速ですが、 YM さんこんにちは、ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。そして石黒さんのファンレベルが8に上がりましたということで、ありがとうございます、ね、このねショールームのイベント、全部で21枠あるんですけど、1日3回配信なんでね、でもう今回が、まあ、2枠目だから残り20枠しかないんですよ。だからちょっとドキドキなんですけども。あ、カリハンさん、2度目の訪問ありがとうございます、よろしくお願いします。なんですけども、私はずっと、ライブ活動、アイドル活動をしたりですとか、こちらのラックアイドルパスっていうアイドル専門誌のアイドル編集長として活動したりとか、まあ、いろいろさせてもらってるんですけど、自分の地元福島県がいろんな震災に見舞われたことをきっかけに、まあ、でもちっちゃい時からちょっとお天気とか理科とか気象は好きだったんですけれども、なおさらやっぱり防災とか気象について学びたいなと思って、気象予報士の資格取得を目指してやらせてもらっております。なので一人でも多くの方に、そういう安全面とかを考慮したいろんな情報とかを届けられるように頑張りたいなっていうふうに思っておりますので、どうか応援よろしくお願いいたします。ワッキーさんこんばんは。あ、またありがとうございます。こんばんは、イエス、よろしくお願いします。そしてライブ中にジャンプしたら 胸ポケットのチェキばらまいちゃったさん、大変でしたね、2度目の訪問ありがとうございます。私もでもそう、同じ立場だったらやりそうです、やりかねないみたいな。プルンプルンさん、あ、初訪問こんばんは、はじめましてですか、はじめまして、え、よろしくお願いします。あ、ショールームのこの枠としては初めてですかね、ありがとうございます。ということで、私のショールームのこのイベント期間中の配信はやっぱり大好きなお天気とか防災に関することとか、そしてなんといっても自分の愛する故郷福島を中心とした東北6県の魅力をお届けできるような、そういう配信にしていきたいと思うので、皆さんはちょっとお星様を投げてくれたりとか、あとは今多分回収に行ってくださったりとかすごい世話しないと思うんですよ。なんですけども、ところどころちゃんと聞いてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。ということで、ちょっと鼻声ですが、さっきの一枠目では天気図について皆さんと一緒に見ていって、実際にこれが今日23日ですねの天気図、まあ、これは夕方時点ですけど出しました。で、今日は全国的に晴れ間が続いているなんて話をしたと思うんですけど、あとこれだ、これだ、大気の構造についてもいろいろと、このね、もう高度 1000km のところ、宇宙空間までの間にどういう、こう大気がこう重なっていってるのか、私たちが住んでいるこの地上の場所は、ここは対流圏内でいろんなこう気象が起こって、気象の変化が起こってるよって話をしたと思うんですけど、次に、あ、そう、いいんだ、次というか、あとそうだね、
エアー規制、青森県のせんべい汁についてお届けしたりとかしましたが、ワッキーさんありがとうございます。そういう風に言ってくださって、夜のユスニャもめちゃかわすぎて、トラタン光弘さんありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。星もありがとうございます。本当にすごく力になってます。頑張りますね。皆さんの応援をちゃんと結果につなげるので。では、そうですね、なんかね、まだちょっとこのイベントのテンション久しぶりでちょっとなんかぎこちなくてすいません。まず一つ目のコーナー、これいきたいと思います。みんなが気になる本日の今日の防災ちゃんボリューム2ということで、花地さん初訪問ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ボリューム22回目のテーマは新聞紙、新聞紙です。ニュースペーパーです。はい、ニュースペーパー、ニュースペーパー、これ何のことって思うかもしれないんですけども、新聞紙ってそもそもどんな場面でも万能じゃないですか。なんか梱包材に使ったりとか、何か包んだりとか、そういう時にも使えるじゃないですか。このもう例えばこう読み終わったものですよ。だからやっぱり新聞紙のストックって大事なんだなって思ったんですけど、あ、森田さん来たよ、今日は在宅オーター、おー、お疲れ様です。イエーイ、よろしくお願いします。まあ、このね、防災、例えばこう被災してしまったぞって時に新聞紙をどう活用するかっていうのを丸餅とともにお届けしたいと思います。まあ、まず一つ目、じゃじゃん、新聞紙プラステープでそちらを留めて上着を作る。これはすごいこう保温効果があるので、やったことある方いますかね。寒いって時に、例えばなんか半袖だとか上着がないって時とかに、こう腕だけでもこう巻いておいて、で離れないようにテープで固定しとくと段が取れたりするじゃないですか。だからこのね、新聞紙とテープっていうのは万能だなっていう。寒い時肌に新聞紙そうそう、そういうことです。実際そういうことです。はい、でもまだまだあります。新聞紙はこれ2個目、こんな風にも使います。これちょっと分かりづらいと思うんですけど、新聞紙を、まあ、丸めて大きなポリ袋、まあそのゴミとかを入れたりする袋でもいいと思うんですけど、その袋に入れます。で、入れて、その中に自分の手とか足とかを入れる。そう、そうするともうこの状態よりもさらにパワーアップしてあったかーくこう過ごすことができる。これはやったことある方いますか。我はないかもしれない。ないですね。新聞は濡れた靴に突っ込めば乾燥に。あー、そっか、それも暮らしの豆知識ですね。ありがとうございます。あ、秋田さんだ、こんにちは、すありがとうございます。よろしくお願いします。え、こんなにハートくださるんですか、ありがとうございます。やった、秋田さんハートたくさんいただきましたありがとうございます。すごい力になります。嬉しいです本当にありがたいですね。本当頑張らなくちゃ、皆さんの応援をちゃんと1位につなげられるように頑張りたいと思います。はい、まあそうです。これは本当にそもそもこう袋とかポリ袋とかビニール袋っていうもの自体がもうあったかいじゃないですか。保温性抜群だから、そこにこう丸めた新聞紙を入れとくと、もうそれでもうダブルの効果でめっちゃ温まるよっていう。小学生の時に紙粘土で新聞紙を作ったような。そんなことできるんですか。え、紙粘土で新聞紙作れるんですか。初めて知りました。ちょっと今度見せてください。じゃあ3つ目。じゃじゃん。これできそう。新聞紙をとラップを使って腹巻きを作るということで。ですね。腹巻きってね、本当にこう万能だなって思ってて、何でもかんでもお腹を温めれば、大体人はね、元気になれるんですよ。だから、よく私夏でも北海道を結構使ったりするんですけど、まあ、そもそも腹巻きは体にめっちゃ優しくて、本当に健康的になれる
グッズなんで、それがもし例えば自分がピンチな被災してしまったって時にこうあったらすごくこう心強いと思うんですよ。だからこれ新聞紙をぐるぐるぐるって自分に巻いて、その上にラップをしたらもう完璧な腹巻き効果抜群な簡易腹巻きができるっていう、ちょっとその新聞紙を使ったはいあれですよ、あの情報でした。わーすごい、どこまで読めたかな。しゅうさん2度目の訪問ありがとうございます。昨日は TIF 出場をかけた選抜ライブがリハイシング組で応援してました。おー、あ、そうだ、結果見ました。私あの共演はちょっとしたことがなかったんですけどね、あの結果見ておーって思いました。うんちゃんファンレベル7に上がりましたってことでありがとうございます。いつもありがとうございます。うん、新聞紙を使って紙粘土で何かを作った。あ、そういうことか。あの紙粘土で新聞紙を作ったのかと思って、どういう技術なんだろうなってすごいねびっくりしました。プチどうぞ。あきたんさんありがとうございます。笑顔がかわいいつって去年は予選落ちで逃していた TIF 出場の切符見事に掴みました。よー、おめでたいです。あれ、あの、あ、でも結果全部ちゃんと見ますね。あ、じゅんさん、嬉しい、レインボースターありがとうございます。とっても嬉しい、すごい力になります。レインボースターありがとうございます。じゅんさん嬉しい、来てくれて松山葵ちゃん出てましたよね。あれ決まりましたよね、確か違うかな。新聞紙で腹巻きですかってことで、そう、新聞紙で腹巻き効果が抜群らしい、あのそれを見ました。でも自分まだやったことないからちょっとやってみたいなと思います。星盗んできます。あ、ありがとうございます、プルンプルンさん嬉しい声がちょっと声ガサガサガサついてますが、あのここからまたさらに盛り上げていきたいと思います。はい、ということで防災情報を、どうですか、いい声です、本当ですか、嬉しいですね。でもなんかあの夜になると副交感神経に移行すると私声が出なくなるんですよ。なんかそういう時あるんですよ。ということで、では続いてもう13分になったから、早速お天気の話をしていきたいなっていうふうに思います。はい、さっきの情報を踏まえて、はい、大気の構造をさっきやったので、今度はもう大気そのものについてちょっとだけやろうかなと思います。お天気パチパチありがとうございます。はい、まあ、大気についてということで、気象現象っていうのはそもそも大流圏の中で、起こりますよって話をしたと思うんですけど、ノーネームさん、ファンネーム間違えた、ファンレベルだった、間違えました、すいません、ごあらがってくれてありがとうございます。風来の青香さん、初訪問ありがとうございます。よいしょ。大流圏で起こる、だから地上から約 11km までの、まあ、その間の中でドラマチックに日々目まぐるしく変わってるよって話をしたと思うんですけど、あ、ここごめんなさい、これ上空 10km くらいまでって書いてるまあ絶対そういうことですね。はい、でだから我々は本当に自分が今いる場所から上空の 10km ぐらいまでの間を、まあ、ちょっと頭の中で想像しながらなんですけれども、まあ、空気の成分はちょっとちっちゃくて見づらいですね。これだと体積比で言ったら窒素 78%、 酸素 21%、 アルゴン 1%、 二酸化炭素 0.03% って、これよく理科の時間に習ったと思うんですね、テストに出そうなやつ。でもその他本当に微量で、ネオン、ヘリウム、クリプトン、水素、オゾンが、まあ、ミックスされてインされているらしい。トメさん初訪問ありがとうございます、よろしくお願いします。ふむふむ、もうすぐ6月か、1年で一番嫌な時期が、あー梅雨ですか、梅雨ですか、
みんなで梅雨をね乗り越えましょう、乗り切りましょう。字がうまい、本当ですか、ありがとうございます。ちょ照れますね。え、うまもっとさん初訪問ありがとうございます、よろしくお願いします。黄昏せんべいさん、おお初訪問ありがとうございますとても嬉しい。あ、天ぷらさん頑張ってください。え、ありがとうございます、そういうに言ってくださって嬉しいです、頑張ります。あ、秋田さん、またハート、秋田さんハートありがとうございます、すごい嬉しい、力になってます、ありがとうございます。聞き入ってしまった本当ですか、千葉様改めてよろしくお願いします。慢性鼻炎なので梅雨時は本当にきついです。15分経過、 ありがとうございます。慢性鼻炎って辛いべなってすごい思うし、私も結構歌をライブするので喉専門の病院に行くとここがんって言われますたまにだから治すんですよ、薬塗ったりします、管でね。怠け者さんだ、ファンありがとうございます、5になってくれて。じゅんさん7に上がってくれてありがとうございます。クアドリさん2度目の方もありがとうございます、イエイ。表情は可愛いですね、そんなことないですよ、ありがとうございます、全くとか言って、またハートありがとうございます。ブルさん、お2度目の方もありがとうございます、嬉しいです、よろしくお願いします。そそとか言って、まあそうそうそう、そういう感じでね、こっち側に行くか。で、これもよく習いましたよね、学校で。この風向の風の向き、そして風の強さ、10ノット、5ノットみたいな、こうなったら50ノットだっていう、こうなんか強さとか習ったと思うんですけど、なんか、私これあんまり、なんか正直エマグラムってあんまりまだまだ見たことがたまにしかないんですけど、でもいや、でもこれ習いましたよね、考えてみたら。エマグラムってこの上空の風向速度や温度の変化を記した図のことって言って、そうね、これ絶対的に習ったわ、考えてみれば。こうなんかすんごい、でもこれもっと大きくやればよかったですね。これによって、なんかこれが上空のそのまあこう上に行けば行くほど、まあ、高さがありまして、上空何キロみたいな。でこの、めっちゃ見づらい、これがね、風向きとか強さをこうパパパパって上空 3000m たらこうだよみたいな感じで表してるよっていう。そうこれね、全然ね、初めて見た時何事かと思いましたもんね、うわーってなっててね。それで、ちなみになんですけど、ちょっとメモったんですけど、ガストってあるじゃないですか、ガストってファミリーレストランの。ガストって風の息って意味らしくて、でも私たちがよく行くガストは風の息って意味なのか、それとも別な意味のガストなのか、ちょっとすごいね、それが私個人的に気になってます。なんか ガストって本当に風の息って意味なの、これ初めて知ったんですよね。で強い風ってその強弱をもちろんその場所とかによって持ってると思うんですけど、その強い風の風向向きが、まあ、こんな感じですごいこう上の方でガワワワワってこう風向がよくなんか頻繁に変わること、それをウィンドバリアブルっていうらしくて、めっちゃかっこいいなって、なんかの技みたいだなと思って、それをね、ごめんなさい、今回の企画で初めて知りました。そうだよね、なんかウィンドバリアブル使いたいなと思って、なんか日常で使ったらちょっと謎ですけど、使いたいですね。湿気恨めしや、いや湿気はちょっと負けますよ、私すごい。風向と風力の記号か、懐かしい、習いましたよね、エマグラム。佐藤クリステインさん、2度目の訪問ありがとうございます、お願いします。確かに何事かと思う、風の息。でも分かんないです、ガスト、ガストはどういう意味でつけられたのかなって知りたいなと思いました。コ・ジェイ・ディさん2度目の訪問ありがとうございます。またすごい、日常でウィンドバリアブル、なんかちょっとウィンドバリアブルしないみたいな、話変えないみたいな、じゃん
話の方向性変えないみたいな、それをちょっとカッコつけて私これから、ウィンドバリアブルって言おうかな。嘘です。宮坊さん、ゆしちゃん、おちしさまです。ありがとうございます。おちしさまです。よろしくお願いします。そわかさん、2度目の訪問ありがとうございます。お願いします。ひいたそさん、おー、初訪問ありがとうございます。嬉しい。赤羽さん、お、赤羽ハート、やった、いただきました。ありがとうございます。赤羽さん、ウィンドバリアブルするってそういう意味いや絶対にこれ間違ってるので絶対使わないでください。わたけんさん、初訪問ありがとうございます。よろしくお願いします。残業で50ユスちゃんと 2.4 週になってしまった。おー、いや、ありがとうございます。宮坊さん忙しい中本当にありがとうございます。赤羽さん嬉しい、赤羽ハートたくさんありがとうございます。嬉しいわ。ちょっとこのハート大事にね、いただきながら頑張ろうと思う。本当に頑張ろう。100個もありがとうございます。山ちゃんさん、初訪問ありがとうございます。あ、そうなので、まあ今のがちょっとあのエマグラムについてだったんですけども、あ、でもね、風についてちょっと学んだんだよな。ちょっと分かりづらいかも。まあ例えばその地上で風が弱い風が吹いてたとしても、その上空では全然その風向速度っていうのは変わってくるよみたいな。で、単にその上空って言っても、その上空っていろんな上空があるじゃないですか。おわ、すごい流れ星だ。上空から流れ星、宮本さんありがとうございます。降ってきました、流れ星がありがとうございます。すんごい上空で、宮本さん、福島県の上空が流れ星でたくさん溢れております。嬉しい。とししゅんさん、2度目の訪問ありがとうございます。やむちゃん、こんばんは、ありがとうございます。お願いします。星350、あ、みちひろさんありがとうございます。エグエグさん、初訪問ありがとうございます。嬉しいなファミレス、スペイン語で、あ、そうなんだ、スペイン語で美味しい、短いより気軽に、そうなんだ、ノリトさん調べてくれてありがとうございます。あ、サイサイさん、フルカン、ありがとうございます。嬉しい。ファンレベル、宮坊さん17に上がってくださった、ありがとうございます。ワクワクさん、初訪問ありがとうございます。あ、アキタンさん、流れ星すごい、たくさんの流れ星、うわーって、ありがとうございます。はちみつ兄さん、こんばんは、ありがとうございます。おこんばんは、よろしくお願いします。バクシンヨウさん、2度目の訪問ありがとうございます。嬉しいごめんなさい、本当なんかね、こうガビガビしてます、声が。そう、ね、なんだっけ、上空だけの、上空といっても高さは様々なんですけど、上空、例えば1000メートル前後だったら結構、例えば秋、9月とかの割とそんなに天候が荒れてない過ごしやすい日は、上空1000メートルぐらいのところでは北西の風が吹いてるよっていうパターンが結構多かったりとか、でもより高いところでは北西から、違う、北西かな、西寄りの風が吹いてることがあるよとか、その高度によって風ってやっぱ変わってくるじゃないですか。その上空ではジェット気流っていう気流があって、それの影響によってそのシュッシュッってこう風がこっちに行ったりこっちに行ったりっていう、そういうのが変わってきたりするよっていう、そんな。だからそれでさっきのエマグラムを使って、その上空ではこういう風がこういう方向で吹いてるんだっていうのが分かるよっていう話を本当はしたかったわけですね。だから面白いっちゃ面白いけど、難しいっちゃ難しいだっていつも思います。お、エグエグさんと友達なのかな、キタンさん。バクシンヨウさん、ありがとうございます。あ、さっきも読みました、ありがとうございます。ジローケイさん、初訪問ありがとうございます。マッキーさん、お、やった、ファンレベル10に上がった、嬉しい、本当にありがとうございます。いつもありがとうの気持ちでいっぱいです。はいですね、っていうちょっと風の話をしました
すごい今が25分か。あっという間なんですけど、え、あっという間すぎないですか。え、本当はちょっと気圧の話をしようかなと思ったけど、ちょっとできないかも。ファンが増えていい感じですね。いい感じ、ありがとうございます。赤羽さん、やった。あー嬉しい、サイレンも振ってくださってファンレベルが13に上がりました。ありがとうございます。本当に嬉しい、ファンレベルが上がった。赤羽さん、え、あきたんさんチュッチュありがとうございます。チュッありがとうございます。たくさん、え、もう上がってくれたんですか10人。え、え、とか言ってありがとうございます。ファン増えて嬉しい、えー、嬉しい、ありがとうございます。チュッチュ www ありがとうございます。仕事中ならちゃんと聞けなくて申し訳ない気持ちです。ミヤボーじゃそんなこと言わないでください。そんなそんな、カウントありがとうございます。プルンプルンさん、6月6日、あ、ラックアイドルフェスあるのでぜひ皆さんよろしくお願いいたします。あっという間に時間過ぎますな。はちみつ兄さんね、ほんとその通り、ほんとだ10人、ほんとにあきたんさんありがとうございます。じゃあね、サクサクっといきますか。これはい、気圧の話もちょっとしようかなと思ってて、やばやばいですね、ごめんなさいね、本当にすいません。うん、気圧は1気圧っていうと、ここに書いたのは水銀柱の高さが760ミリになる時の大気の圧力。ん、難しい、どういうことなんだろうみたいなね。まあパスカル圧力の単位って言って PA って書くよってここに書いたんですけど、すごいです。1メートル ×1 メートルのこの範囲で10トンものね、重さを私たちは背負ってるようなもんって、よくこれ理科の時間とかに習ったと思うんですけど、何でもこの気圧、大気圧ってこう私たちにいつもこう降り注いでるというか、こう圧力がかかってるじゃないですか。まあ、私も性格的には圧が強いかもしれないので、皆さんに余計な気圧をかけてるかもしれないんですけど素敵なトークで勉強になりました。あきたんさんありがとうございます。そんなことないのに私。パメネコさん、50ユスフルカンありがとうございますね。余計な圧をねかけてね、こうやってクーって画面越しにかけてるかもしれないんですけども、まあ、こういう缶とかでよくねやりましたよね。やったっていうか、うん、こういう図を見たことあると思うんですけど、缶にも大気圧かかっているけども、空気抜いたら、一気に中の空気を抜いたら、中から支えていた空気がなくなって缶が潰れるよっていうね、分かりやすい例えだなと思うんですけど、圧感じます。え、感じますか。大変だそれは。生であったらもっと圧を感じるかもしれないですけど、ちなみにこれ山描いたんですよ私。山だとこれ、まあ海面上の話でちょっと申し訳ないんですけど、大気圧は高いところに行くほど小さくなるってことで、なぜならここが0だとしたら、でここが10だとしたら、10ここに圧がかかってるなと思ったけど、でも山だったらこれ大体例えば3になるな、上になる空気の量っていうのは減るなってことで、頭いいですね、すごっ、頭悪いですつってロッキーさん初訪問ありがとうございます、よろしくお願いしますなので私は声出ないですね。気圧の変化に弱いので、圧はかけるけど気圧の変化にも弱い女でございます。まあでもこの話もちょっとしておきたくて、ちょっとまた見づらいですね。これ海面構成っていう単語聞いたことありますかね。この ABC のこの各地点、観測地点の高度の違いで気圧っていうのは異なるっていうのは、さっき の山の例えで分かったと思うんですけど、上空に行くほど気圧は低くなる。でだからそれによってやっぱりその場所によって変わってきちゃうよって。でもそれって時に困ることありますよね。時より猫語発動の福島ゆかちゃん、今日はしないですよ
今日は大丈夫です。今日は人間で、人間としてこのイベント期間中は人間として駆け抜けるんですけど、この地上の天気図には等しい気圧を結んだ等圧線が書かれている。さっきもやったこの等圧線、めっちゃ見づらいですけど、ここに書かれてる通り、あの天気図に書かれてる等圧線は等しい部分を結んだ等圧線ということなんですけども、でもやっぱり観測地点の高度によって違いが出てきちゃう、それはちょっと困っちゃうってことで、海面上の気圧に補正してから、等圧線を書くっていうのがこの海面構成なんですけども、これめっちゃなんか私難しくて全然これ分かんなかったです。なんか観測標高、ここはもう観測している場所、ここはエリアだとすると、ここは海面で、こうなんかわけわかんないなんかデルタとか出てきて、なんかねちょっと分かんなかったです。これでも海面構成の計算ができるんですよ。でも私その公式を見たけどでもあの難しすぎて解けなかったです。まあ、趣味でもし皆さんの中に海面構成を割り出してるよって、私は自分の家から日々海面構成してるよって方がいたら、ぜひちょっと分かりやすく教えてほしいなって思います。あ、ファンレベル5、え、森戸さんおめでたいです、ありがとうございます、嬉しい。白狼さん、あ、初訪問ありがとうございます。猫ワクワク、猫になるね。趣味で海面構成割り出す人もしいたら教えてほしいなと思います。なんか別紙でちょっとメモったんですけど、メモっても分かんなかったな。なんかすごかったです。なんかこんなに公式がいろいろあるらしくて難しかったです。なんか何枚にもわたってあって、これは難しいなって思ったので、分かった時にまた話そうかなと思います。でも計算はできないけど、海面構成っていうものでちゃんとしっかりとその基準をね、等しくしてるってことだけ言いたかったです。それは難しいですね。ゆしちゃんが分からない、自分が分かるわけ、いや逆です、全然分かんなかったです。ということで、分かんない時はやっぱり脳みそを切り替えて美味しいもので満たしていきたいということで、ちょっとごまかして次のコーナーに行きたいと思います。え、ジェフさん初訪問ありがとうございます。え、コメントもありがとうございます、お願いします。続いてはジャッジダウン、あ、ウィンドなんちゃらですねそれこそはい、東北エア規制のコーナー、イエーイ。ということで第2回目は岩手県のマメルブ汁、噛んじゃいました。マメ、言いづらいな。マメブ汁、ちょっと待ってください。私の滑舌悪すぎて。マメブ汁、はい。で、これ皆さん聞いたことありますか？ウィンドバリアブル、そう、ウィンドバリアブルしました。マックさん、初訪問ありがとうございます。ちょっと噛んじゃいましたね、岩手県の皆さん。すいませんでした。豆ぶじるということで、これね、これもちょっと作り方書いちゃったんですけど、小麦粉に味噌を加えて練り丸めて豆ぶの生地を作る。そして生地を薄く伸ばして中になんと黒砂糖とくるみを入れて丸める。くるみ、黒砂糖、甘い系、すごい。そして丸さん、昆布だしの汁を、だし汁を鍋に入れて具を入れて煮る。その中に一煮立ちたったら豆ぶもインする。そして豆ぶが浮き上がってきたらもうそれで OK。 薄口醤油を入れて完成。なんとお団子の中にくるみと黒糖がインしている、それ自体が豆ぶっていうらしいんですよ。もう私はもう本当に初めてです、これ。先生聞いたことないです。私もサイサイさん初耳だばい。そうなんですよ、私も神配信、噛んじゃう。すごいですよね、甘じょっぱいんだべなと思います。それ海面構成割り出すのどっちが難しいって使ってみよう
え、使います。じゃあ千葉さんはその問題ってみたいな、つって、わかんない、じゃあウィンドバリアブルしようみたいな、話変えようみたいな、淡いスイートーンかもしんないですね。なのでちょっとこれはちょっと私今後もちょっと豆ぶ汁についてはちょっとね調べたいし食べてみたいなって、今ここにあったら一番いいんですけどね、そんなこと思いました。明日からウィンドバリアブル、ちょっと待って噛んじゃうんですけど、ウィンドバリアブルしようって、海面構成はどっちが難しいそれってみたいな。あきさんさん、かわいい、ありがとうございます。そんなことないですとか言ってありがとうございます。でですね、ちょっとあのすいません、最後かけ足になりがちな私の配信で申し訳ないんですけど、後でちゃんと復習ハイライト載せるのでちょっとあれしといてください。ということで、じゃあ最後のコーナー、あと 2,3 分でいきます。イエーイ。この時間の東北の美味しいものを紹介する最後のコーナーです。じゃじゃん。この回で紹介したいのは、これはですね、すごく美味しそう、パティシエールの森のマドレーヌいちごということで、カスタードといちごジャムを詰めたリッチなマドレーヌ、宮城県のいちごジャムを使用してますということで、これでもね、製造者は株式会社ラグノー佐々木さん、これは青森県ですね。でも中のジャムはなんと仙台、あ、宮城県です。宮城県のいちごジャムを使ってるということで、はい、これ見てください。おー、マドレーヌ久しぶりです。本当に謎に増えていく福島ゆか語録やばいですよね。ちょっと間違えちゃうわ。ラグノーさんか、おわっきーさん、さすが。ちょっといただいてもいいですか、残り1分間でいただきます。めっちゃ美味しいよ。最高ですね、最高ですね、本当にこれ最高のマリアージュだわ、青森と宮城の。おいしい。美味しいと険しくなりがちな、うん、あきたんさん、ハートと可愛い、ありがとうございます。可愛いのはこちらですよ、森のマドレーヌですよ。いちごジャム、うんふん、うんふん、うんうんうん。なんか白あんみたいのも入ってるのかな、滑らか。あ、違うかも。違いました。いちごジャムだ。白あん勝手なあれしちゃった。おいしい。周りもなんかしっとりしてるんですけど。ちょっとなんかのチーズケーキ味があって美味しいです。マドレーヌ美味しい、いちご美味しい、こぼれたやつ、え、こぼしました、私やばいですね、すいません。青森と宮城のマリアージュ美味しい、ありがとうございます。あ、やば、もう39分だ、すいません。あの次の配信は23時50分からやるので、ぜひ遊びに来てください。本日の配信枠すいませんでした、最後ということで、またお会いしましょう。ありがとうございます。